今回ですね、行政書士の試験ということで、はい、そもそもですね、はい、どうして行政書士を、まあ、受験しようと思われたんですか？本業はサロースっていうんですけど、はいはい、社会保険労務士さん、はい、はい、サロースさんってあの なぜか行政書士を持ってるんですよね。あ、はい、多いですよね。私もちょっと取ろうかなっていう、なるほど、思いだったんですけど、開業した後はもうあれですね、もう建築業の方が、まあ、お客さんが多いので、はいはい、もう必要になるんじゃないかなっていう思いが強かったんですよね。フォーサイトを選んでいただけた理由って何ですか？資料請求して、まあ、テキストの感じが良かったのかな、まあ、はい、カラーですか、はい、見やすかったのかなっていうのが一番の理由ですか、ね、講義の方は見ていただいた感じですか？あ、 DVD で見ました、はい、そうですか、はい、印象ってどうでしたか？分かりやすい説明をなんかペースに合わせたというか、うん、まあ、聞きやすい内容で、まあ、耳に残りやすかったですね、はい。e-live スタディ の、 あの使い勝手とか印象とかはどうですか、はい、チャットがあるじゃないですか、チャット形式、はいはい、チャット形式なんかみんなで答えてる感じがちょっと楽しくて、 あと五十嵐先生もそのチャットを拾って回答してくれるので、はい、それちょっと面白かったですね。あ、そうですか、はい、じゃあ、 受験中でもなんかいろんな人の意見とかが出てくるので、うん、まあ、それが意外に楽しかった。あ、そうですね、はい、そうですか、ありがとうございます。お仕事もされてると思うんですけども、はい、勉強時間ってどういうふうに確保されました？隙間時間は全部費やしましたね。もう通勤中とか、あと、まあ、行列に並んでる時とか、そういう細かいところ全部勉強時間に費やしましたね、はいはい、トータルですると、例えばお仕事ある日は1日何時間ぐらいとか、うん、仕事ある日はまあ4時間ぐらいですかね。あ、でも結構勉強された、まあ、そうですね、はい。お休みはもうちょっととかですか？お休みは、まあ、うん、8時間とか言ってましたね。あ、うん、そうなんですね。問題集自体の使い勝手、問題集の使い勝手はとりあえず見やすかったですね。あ、何回もできるモチベーションを持てるというか、はい、回答も見やすかったので、まあ、解きやすかったな。過去問何回ぐらいやられました？10回いかない程度ですね。あ、でもそんなにやられたんですか？そうですね、はい。ちなみに受験の期間って申し込んでから受験まで何ヶ月ぐらいですか？いや、3年経ってるんじゃないですかね。あ、そうですか、はい、一番最初からうちですか？あ、いや違います、2年目までは独学で。あ、独学2年やってもう限界を感じて、もうちょっと通信を使おうかなと。なるほどなるほど、はい、あの独学の時と、はい、その、まあ、フォーサイトを利用された時で何か大きな違いってあります？独学じゃ気づけないことがやっぱり気づけますね。例えば、もう独学あったらもうテキスト の、 あの赤文字とかしか覚えようとしてないんですよね、はいはい、でも通信を使うと大事なところをもう的確に指摘してくれるので、ちょっと気づけることが結構ありましたね。あ、そうですか、うん、じゃあやっぱり講義付きでよかったなっていう感じ。あ、そうですね、はい、そうですか、ありがとうございます。受験の時にですね、ちょうどコロナの時期と重なったかなと思うんですけれども、まあ、コロナによってですね、ちょっと大変だったこととか、はい、もしくはなんかこういうことが変わったことか、はい、そういうようなことがもしあれば教えてください。私あの家でも勉強するんですけど、あの、はい、気分転換にあのカフェとかでも勉強するんですよね、はいはいはい、でもコロナ禍でちょっと使用がちょっとできなくなって、うん、もうずっとこもる形になったので、うん、まあ、それが、まあ、まあ変化かなとは思ってますね。なるほど、うん、コロナでなんか逆にいい方向に転んだこととかあります？ずっとその場で集中できるってことですかね。移動に時間を費やさないみたいな。なるほど、はい、今回合格された最大の、まあ、ポイントというか、はい、まあ、これがやっぱ決め手なんじゃないかなっていうのがもしあれば教えていただきたいんですけど。テキストと過去問ですかね。やっぱテキスト見て過去問回すっていうのが、うん、ちょっと最適だったのかな。過去問はやっぱ何がそんなに回すといいんですかね。何周もしたくなるというか、はいはい、辛くないんですよね、回答も分かりやすいしっていう、うん、何周してもなんかやる気をなくすみたいなことはなかったっていう。今後何か目標があれば教えてもらいたいんですけども。社会保険労務士とまあ兼ね合いで、あの、はい、中小企業診断士もちょっと欲しいんですよ。欲しいというか、はいはい、まあ、その際はまたあの御社の講義をお願いしたいと思います。そうですか、分かりました、はい、ありがとうございます。受験勉強にあたって、あの周りから何を言われようと、あの合格に向かってまっすぐあの歩んでください。あの私はあの合格して、あのとても今達成感に満ちています。頑張ってください。